レーバー新たなる力。稲妻渡り五郎は自分の体の一部から超能力増強機ゼーバーを完成させた。新たな力ゼーバーを手に渡り五郎は帝王バンバに挑む。
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
慶応バンバとの死闘を終えたばかりの渡り五郎を襲ったのはバンバのファントム軍団よりもさらに強力なデスパー軍団であった。そしてその恐怖の軍団を率いるガイゼル総統とは。渡り五郎はデスパー軍団の無差別攻撃を避けるために大学の寮を出て秘密捜査官新井誠の秘密基地へ移り住むことになった。今新たな戦いが始まろうとしている。